こんにちは、私の名前はあかりです。現在12年生でデルタで勉強しています。こんにちは、私の名前はケイティです。現在12年生でデルタ学区で勉強しています。これが私たちのスクールライフです。選択科目の中で私が好きなのがギタークラスです。私は最初ギタークラスを取るので、ピアノとかいろいろ他の楽器もあるので、ピアノをもともと弾いてたのもあって、ピアノを弾けるからいいなと思って入って、ギターを弾く気はなかったんですけど、ギターを始めて、そのクラスで始めてみたらすごく楽しくて、だいぶギター成長してたくさん弾けるようになったので、とても嬉しいです。先生たちがすごくフレンドリーで親切で、距離が近いっていうのはとてもいいことだなって思います。で、私はここの学校のカウンセラーがすごくいい存在だなと思っていて、まあ、自分の問題だったりとか、まあ、何かすごく嫌なことがあった時とかにカウンセラーに話しに行くといつも安心するし、やっぱりそういう存在が学校にいるのはとても素晴らしいことだなと思います。私は現在選択科目でドラフティングのクラスを取っています。ドラフティングのクラスでは基本的に自分たちの作りたい絵を作ります。初めクラスを取った時はいろいろなことがあり大変なクラスだと思っていましたが、周りの人や先生たちが助けてくれて徐々に自分のスキルを上げていくことができました。そしてプロジェクトの一つとして現在カリフォルニアスタイルの家を作っています。このスタイルは日本のお家とは違ってとても広いのが印象的です。そのためとても時間はかかりますが、周りの友達と一緒に頑張りながら作っています。デルタでの生活はとても充実していて、国からたくさんの人が来て多様性のある学校だなと思います。いろんな人と会話できたり交流できる機会がたくさんあって、それは同じクラスを取っていなくてもカフェテリアや図書館、まあ、いろんなところで違うグレードの人たちとも交流できる機会がたくさんあるので、それはこの学校の素晴らしいところだなと思います。多様性がある学校として放課後に図書館に集まりみんなで勉強します。時々私が問題がわからないときに周りの子が助けてくれたり、たまに私が友達を助けるという場面があります。私はホストファミリーが大好きです。たくさん週末に出かけたり、まあ、キャンプに行ったりとか、たくさんいろんなアクティビティを一緒にしてきたので、とてもそれが素晴らしい経験になりました。私のホストファミリーもとても親切です。毎週私のお家では夜ご飯を一緒に作る日があります。その際には今日あった出来事や週末の予定を一緒に立てることが多いです。私のデルタでの経験は私を人生の中で一番成長させてくれる、まあ、3年間になったと思います。私もこの3年間で自分をとても成長できることができたと思いますし、これからもこの記憶をずっと忘れないと思います。バイバーイ。